アキラと友達になったユーリ。ジオノコ投げで大歯車を倒し、アキラを守ったメラ。でもぐるぐるバトルに負け、またキョボの木が全部歯車になってしまったメラ。みんなで頑張ってきたのに。第11話、それぞれの選択メラ。いつまでも下を向いてたらダメメラ。こういう時は気分転換メラ。そうだ、ケイの誕生日もうすぐだよね。うん、じゃあ気分転換にケイの誕生日ケーキ作らない？いいね。なんかありがとう。お、アキラくん。アキラくん、どっか行くの？図書館に鉱石の図鑑を返しに。お、この本いいよね。私もまた借りようかな。アキラくん、これからケイの誕生日ケーキ作るんだけど、一緒にどうかな？え、いいの？もちろん、みんなに祝われた方がケイも嬉しいでしょ。え、あ、うん、決定。じゃあ行こう。ついてきて、ついてきて。どんなケーキにする？どうする？それじゃあ、ホイップクリームを作ろうか。はーい。ストップ。あ、クリームついてるよ。あ、泡立ては男子にお願いしようかな。はい。わしの勘だとアキラはきっとテレビ戦士の近くにいるぐる。うん？疲れた。あのさ、聞きたいことがあるんだけど。僕も聞きたいことがあるよ。なんか二人ともなんか良さそうだね。どこがよ？どこがメラ？どこがぐるる？あ、ぐるぐるメラ！あ、つい突っ込んでしまった。ぐるる、消える！逃がさないでよ！待て！大変！ケイ、ぐるぐるが現れた。え？私たちも行こう。わかった。ごめん、アキラくん。待って、僕もメラ。ぐるる、あ、ぐるぐるいた。はあ、ねんリング外したままだ。アバイオグルルル。待って、メラ。え、メラ。グルル、あ、わしのことが見える。グルル、わしはモノワールドの貴族、歯車家のグルグルだ。グルル、アキラ、テレビ戦士のこと、そしてわしらの世界をもっと知りたければ、高台の公園へ行け。ぐる、山場が待っている。ぐる、え、ごめん、アキラくん、待たせちゃって。ほんとごめん。全然大丈夫、気にしないで。よかった、やっぱり忘れてた。ねえ、モノワールドって何？え、はい、スポンジ焼けたよ。仕上げにみんなでデコレーションしよう。やった。悪いんだけど、ちょっと急用ができて行かないと。じゃあ。え、もうちょっとで完成なのに。よく来てくださいました。が山場。完成。私やっぱり無理。アキラくんに全てを話したい。ダメメラ、話したら絶対ダメメラ。危険な目に遭わせてもいいメラ。アキラくんが危険な時は私が助けるよ。それが友達じゃないの？私やっぱり納得できない。さくら、待って。